26日日曜日の全国の天気をお伝えします。強い寒気が流れ込む影響により日本海側は大雪や吹雪に警戒が必要です。北日本や東北、そしてですね、北陸からまた近畿や中国地方の日本海側を中心に1日を通して雪が降ります。大雪や積雪の急増に注意してください。また沿岸部を中心に風が強く吹くため吹雪による視界不良にも注意が必要です。その他太平洋側は日差しが届くところも多いんですが、昼間も気温があまり上がらず全国的に寒くなります。しっかりと防寒を行い暖かくしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。